大使西山古墳は、大阪府南河内郡大使町大使にある古墳。形状は、前方公園墳、磯長古墳群を構成する古墳の一つ。実際の被葬者は明らかでないが、区内町により、河内磯町、中尾陵及び、磯長原領として、第30代美夏天皇、石姫王女の合葬領に事情されている。 大阪府南東部二条山山六の磯瀬において、派出集落西方を南北に伸びる丘陵の暗部に、築造された大型前方公園墳である。磯瀬に分布する磯瀬古墳群のうちでは、唯一の前方公園墳になる。現在は、区内庁事情の天皇陵として、道庁の管理下にあるため、これまでに本格的な調査はなされていない。墳形は前方五円形で、 前方部を北西方に向ける。噴球は二段畜生。噴球周辺では、波庭編が採集されているほか、噴球周囲には、空壕が巡らされる。主体部の埋葬施設は明らかでないが、横穴式石室の使用が推測される。この大使西山古墳は、出土波には等より、古墳時代後期前半頃の築造と推定される。被装者は明らかでないが、現在は、宮内庁により、 第30代、美達天皇及び母の石姫王女の墓に、事情されている。磯波瀬では、美達天皇陵のほか陽明水庫、高徳天皇陵と聖徳太子母が伝わっており、これらは、梅鉢御陵と総称される。古墳の規模は次の通り。太子西山古墳の実際の被装者は明らかでないが、宮内庁では、第30代、 美達天皇及び母の石姫王女の合葬料に自情している。美達天皇について、日本初期では美達天皇十四年に奉御したとするほか、その後の上がりを経て、諏春天皇四年には先に亡くなっていた石姫王女の墓に追葬されたとし、その両号を磯町領とする。また、古事記では五両在川内課長と見える。縁儀式書料料では、 美脱天皇陵は遠陵の河内磯町中尾陵として記載され河内国石川郡の所在で町域は東西山町南北山町で守護5煙を毎年当てるとするほか石姫王女墓は東馬鹿の磯長原墓として記載され河内国石川郡、美脱天皇陵内の所在で守護三煙を毎年当てるとするその後元禄の誕陵の,の時点では 英福寺領であったほか、現時元年には廃所設置、1899年には古在所修法がなされている。本古墳が美達天皇陵であれば、天皇陵としては最後の前方公園墳に位置づけられるとともに、埴和列を有する陵としても最後に位置づけられる。また文献では美達天皇陵石姫王女墓が別々に記載されることから、公園部、 前方部での別埋葬と推測する説もある。一方で円筒埴輪の存在から、時代的に本古墳の微脱天皇陵への否定には、否定的な説もあり、まみささぎの所在に関しては、派出塚古墳に否定する説も挙げられている。原点出典。ありがとうございます。